現地8月18日に開催されたラリーガの第一節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダがラージョ・バジェ・カーノとホームで対戦。1対2で敗れている。動画、久保が危険なファウルに激高、逆切れした相手にどつかれる。この一戦に右ウィングで68分までプレーした久保は、厳しいタックルを何度も受けた。57分には、右サイドで一人をかわしたところで、 アドリエン・バルバに激しいスライディングでファウルを受けて転倒。さすがにこれには怒りをあらわにし、相手に詰め寄って逆に小づかれる場面もあった。こうした久保へのファウル連発に、SNS 上では次のような怒りの声が続々と上がった。相手、久保くんを壊しに来てひどすぎる。レッドカードにしないとおかしい。毎年こんだけ無茶苦茶やられても大怪我してないのはほんまにすごいなと思ってる。 久保への一連の非ファウルはレッドカードだろ。おい久保に怪我させんなよ。下手なタックルばっかしてんじゃねえよ。久保怪我なくてよかったよけるのうまいな。赤でいいんじゃない。足裏やんけ。めっちゃ削られた。久保は最近ファウル覚悟で体ぶつけられる守備ばっかりなんだけど、それでもいい感じにさばくのはさすがよ。怪我につながらなかったのは幸いだった。厚生黒丸サッカーダイジェストウェブ編集部。